肉はどうしますか。ついさっきカラオケ、はいはい、12時からビッグエコーでちょっとこの前練習してたんですけど、はい、ちょっとビリーブのフォルダーファイルのビリーブでちょっと9点出たんで、ちょっと今から今送ります。あの9点の写真送りました。声に鳴りがあり、強弱も程よくついています。説得力のある歌声ですね。これ日付、になってると思うんですけど、この写真9点の写真、貼り付けてみんな来て見に来てくださいとかやったらいいんじゃないですか。あの文化祭とかでみんな学校とかに出張して歌うっていう時に1週間か2週間くらい前、学校のいろんな食堂とかにポスター貼り付けて、この90点の写真も貼り付けて90点出たんで、斉藤さんが歌った時と、はい、あそういう企画ならありかもね。別にカラオケ企画なら、カラオケはいらんけど、本当の本当のライブやったらいらんと思う。なんか普通に、なんか顔写真とネット名とか、それにそっかポスターに載せたりとか。でも証明できるんじゃないんですか、これ貼り付けたら。まあまあ、撮ったけど、それにこだわってる人は来るでしょうね。点が90点の状態のものじゃ行ってくる人がいるかもしれないね。全員がでも全員そうではない。でも多分うまいやろ、冬って出たからそりゃうまいやろなってみんな聞きに来てくれるんじゃないんですか。そういう価値観の人は来ると思います。これが90点がないんやと思ったら苦しい。絶対点なんかどうでもいいわっていうことはないやろし。同じ、ちょっと1枚だけあったら、ちょっと自分の父親とかちょっと1回だけメール送っても全然もう気づいてくれないんで、ちょっとメールとか送るとき、写真とか2枚ずつ念のため送るようにしてるんです。パワーの人だったんですか。あれや、先生歌ったリライトって歌ったんですけど、何ですか。それはあんまりでしたね。一応あの写真動画撮って研究できるように一応歌わずに自分で音程バーとか撮ってきたんですけど、まあそれ見ながらちょっとこれから勉強みたいな感じ。90点レッスンしなくていいって本当に思ってます？だって満足してます。
本当はちょっと92点とか3点とか出したいんやったんですけど、あ、これだね。でもちょっとまあ現状維持できたんでまだマシかなって。まだマシならやります。今日はどうしますか。ついさっきカラオケ、はいはい、12時からビッグエコーでちょっとこの前練習してたんですけど、はい、ちょっとビリーブのフォルダーファイルのビリーブでちょっと9点出たんで、ちょっと今から今送ります。あの9点の写真送りました。声になりがあり強弱もよくついています。説得力のある歌声ですね。なんかこれ日付になってると思うんですけど、この写真9点の写真、ああ、はいはい、はい、そんな気にしてはないに貼り付けて、みんな来て見に来てくださいとかやったらいいんじゃないですか。あの文化祭とかでよくみんな学校とかに出張して歌うっていう時に1週間か2週間くらい前、学校のいろんな食堂とかにポスター貼り付けて、この90点の写真も貼り付けて90点出たんで、斉藤さんが歌うと、はい、あそういう企画ならありかもね。別にカラオケ企画なら、カラオケはいらんけど、本当の、本当のライブやったらいらんと思う。なんか普通に、なんか顔写真と面とか、それにそのポスターを載せたりとか。でも、証明できるんじゃないんですか、これ貼り付けたら。まあまあ、撮ってる。それにこだわってる人は来るでしょうね。点が90点取ったんやろなんじゃいけない人がいるかもしれないね。誰も全員そうではない。でも多分うまいやろ、9点出たからそりゃうまいやろなってみんな聞きに来てくれるんじゃないんですか。うん、得点、そういう価値観の人は来ると思います。それが90点が来ないやと思ったら来るし、得点なんかどうでもいいわっていう人は来ないやろし、前だけあったちょっと自分の父親とかちょっと一回だけメール送っても全然もう気づいてくれないんで、ちょっとメールとか送るとき写真とか2枚ずつ念のために送るようにしてるんです。パワーの人だったんですか。先生歌ってたリライトって歌ったんですけど、おそれはあんまりでしたね。一応あの写真動画撮って研究できるように一応歌わずに自分で音程
バーとか取ってきたんですけど、はい、まあそれ見ながらちょっとこれから勉強みたいな感じ。給油点レッスンしなくていいって本当に思ってます？満足してないんやったらやるの。まあ本当はちょっと92点とか3点とか出したいんやったんですけど。あ、これなれる。でもちょっとまあ現状維持できたんでまだマシかなって。まだマシならやります。今日はどうします？あのついさっきカラオケ、はいはい、12時からビッグエコーでちょっとこの前練習してたんですけど、はい、ちょっとビリーブのフォルダーファイルのビリーブでちょっと9点出たんで、ちょっと今から今送ります。あの9点の写真送りました。声に鳴りがあり強弱もよくついています。説得力のある歌声ですね。なんかこれ日付今日になってると思うんですけど、この写真90点の写真。ああ、はいはい、そんな気にしてはない。写真、はい、告知のポスターに貼り付けてみんな来て見に来てくださいとかやったらいいんじゃないですか。あの文化祭とかでみんな学校とかに出張して歌うっていう時に1週間か2週間ぐらい前、学校のいろんな食堂とかにポスター貼り付けて、この90点の写真も貼り付けて90点出たんで、斉藤さんが歌ってると、はい、あそういう企画ならありかもね。別にカラオケ企画なら、カラオケはじゃなくて本当の本当のライブやったらいらんと思う。なんか普通に何か顔写真とデータメールとか、それにそっかポスターに載せたりとか。でも証明できるんじゃないんですか、これ貼り付けたら。まあまあ撮ったけど、それにこだわってる人は来るでしょうね。点が90点の大変なもんじゃいってくる人がいるかもしれないね。全員がでも全員そうではない。でも多分うまいやろ、冬って出たからそりゃうまいやろなってみんな気に入ってくれるんじゃないんですか。うん、特権、そういう価値観の人は来ると思いますよ。面白い、バッチリやし、なんかこれが90点が来ないやと思ったら来るし、別に特権なんかどうでもいいわっていう人は来ないやろし、1枚だけやったらちょっと自分の父親とかちょっと1回だけメール送っても全然もう気づいてくれないんで、ちょっとメールとか送るとき写真とか2枚ずつ念のために送るようにしてるんです。パワーの人だったんですか。あ、いや、先生
ディライトって歌ったんですけど、おそれはあんまりでしたね。一応あの写真動画撮って研究できるように一応歌わずに自分で音程バーとか撮ってきたんですけど、まあそれ見ながらちょっとこれから勉強みたいな感じ。言うてレッスンしなくていいって本当に思ってます？満足してないんやったらやんない。まあ本当はちょっと92点とか3点とか出したいんやったんですけど、あ、ほんまだね。でもちょっとまあ現状維持できたんでまだマシかなって。まだマシならやります。今日はどうします？ついさっきカラオケ、はいはい、12時からビッグエコーでちょっとこの前練習してたんですけど、はい、ちょっとビリーブのフォルダーファイルのビリーブでちょっと9点出たんで、ちょっと今から今送ります。あの9点の写真送りました。声に鳴りがあり強弱もよくついています。説得力のある歌声ですね。なんかこれ日付今日になってると思うんですけど、この写真90点の写真、ああ、はいはい、ごめん、そんな気にしてはない。写真、はい、告知のポスターに貼り付けてみんな来て見に来てくださいとかやったらいいんじゃないですか。あの文化祭とかよくみんな学校とかに出張して歌うっていう時に1週間か2週間くらい前学校のいろんな食堂とかにポスター貼り付けてこの90点の写真も貼り付けて90点出たんで、斉藤さんが歌うと、はい、あこういう企画ならありかもね。別にカラオケ企画ならカラオケはいらんけど、本当の本当のライブやったらいらんと思う。なんか普通に何か顔写真とネット名とかそれにそっとポスターに載せたりとか。でも証明できるんじゃないんですか、これ貼り付けたら。まあまあ撮ってる。それにこだわってる人は来るでしょうね。点が90点の状態のものじゃ行ってくる人がいるかもしれないね。でも多分うまいやろ、冬って出たからそりゃうまいやろなってみんな聞きに行ってくれるんじゃないんですか。そういう価値観の人は来ると思いますよ。私はすごくなんかそれが90点が来ないやと思ったら来るし、普通得点なんかどうでもいいわっていう人は来ないやろし、同じちょっと1枚だけあったらちょっと
自分の父親とかちょっと一回だけメール送っても全然もう気づいてくれないんで、ちょっとメールとか送るとき写真とか2枚ずつ念のため送るようにしてるんです。リライトって歌ったんですけど、それはあんまりでしたね。一応あの写真動画撮って研究できるように一応歌わずに自分で音程バーとか撮ってきたんですけど、まあそれ見ながらちょっとこれから勉強みたいな感じ。レッスンしなくていいって本当に思ってます？満足してないんやったらやんない。まあ本当はちょっと92点とか3点とか出したいんやったんですけど、あ、そうなれ、でもちょっとまあ現状維持できたんでまだマシかなって。まだマシならやります。今日はどうします？あのついさっきカラオケ、はいはい、12時からビッグエコーでちょっとこの前練習してたんですけど、はい、ちょっとビリーブのフォルダーファイルのビリーブでちょっと9点出たんで、ちょっと今から今送ります。あの9点の写真送りました。声になりがあり強弱もよくついています。説得力のある歌声ですね。なんかこれ日付になってると思うんですけど、この90点の写真、ああ、はいはい、そんな気にしてはないで、みんな来て見に来てくださいとかやったらいいんじゃないですか。あの文化祭とかでよくみんな学校とかに出張して歌うっていう時に1週間か2週間くらい前、学校のいろんな食堂とかにポスター貼り付けて、この90点の写真も貼り付けて90点出たんで、斉藤さんが歌うと、はい、ああ、こういう企画ならありかもね。別にカラオケ企画なら、カラオケはいらんけど、本当の、本当のライブやったらいらんと思う。なんか普通に、なんか顔写真とネット名とか、それにそのポスターを載せたりとか。でも、証明できるんじゃないんですか、これ貼り付けたら。まあまあ、撮ってる。それにこだわってる人は来るでしょうね。点が90点取ったらこんなもんじゃいって来る人がいるかもしれないね。誰も全員そうではない。でも多分うまいやろ、冬って出たからそりゃうまいやろなってみんな聞きに行ってくれるんじゃないんですか。うん、特権、そういう価値観の人は来ると思います。それが90点が来ないやと思ったら苦しい、絶対得点なんかどうでもいいわっていうのは来ないやと
ぐらいとかちょっと1回だけメール送っても全然もう気づいてくれないんで、ちょっとメールとか送るとき写真とか2枚ずつ念のために送るようにしてるんです。リライトって歌ったんですけど、おそれはあんまりでしたね。一応写真動画撮って研究できるように一応歌わずに自分で音程バーとか撮ってきたんですけど、まあそれ見ながらちょっとこれから勉強みたいな感じで。9点レッスンしなくていいって本当に思ってます？満足してないんやったらやるの、まあ、本当はちょっと92点とか3点とか出したいんやったんですけど、あ、それなれる。でもちょっとまあ現状維持できたんでまだマシかなって。まだマシならやります。今日はどうします？ついさっきカラオケ、はいはい、12時からビッグエコーでちょっとこの前練習してたんですけど、はい、ちょっとビリーブのフォルダーファイルのビリーブでちょっと9点出たんで、ちょっと今から今送ります。あの9点の写真送りました。声に鳴りがあり強弱もよくついています。説得力のある歌声ですね。これ日付4月17日、今日になってると思うんですけど、この写真、90点の写真、ああ、はいはい、ね、そんな気にしてはないポスターに貼り付けてみんな来て見に来てくださいとかやったらいいんじゃないですか。あの文化祭とかでよくみんな学校とかに出張して歌うっていう時に1週間か2週間ぐらい前、学校のいろんな食堂とかにポスター貼り付けて、この90点の写真も貼り付けて90点出たんで、斉藤さんが歌ってると、はい、ああ、そういう企画ならありかもね。別にカラオケ企画なら、カラオケじゃなくて本当の本当のライブやったらいらんと思う。なんか普通に何か顔写真とデータメールとか、それにそのポスターに載せたりとか。でも証明できるんじゃないんですか、これ貼り付けたら。まあまあ撮ったけど、それにこだわってる人は来るでしょうね。点が90点の状態のもんじゃいってくる人がいるかもしれないね。全員誰も全員そうではない。でも多分うまいやろ、冬って出たからそりゃうまいやろなってみんな聞きに来てくれるんじゃないんですか。うん、特権、そういう価値観の人は来ると思いますよ。面白いよ、私たちがなんかこれが90点が来ないやと思ったら苦しい。それ得点なんかどうでもいい。
ファーっていうか、なんやろし。前だけやったらちょっと自分の父親とかちょっと1回だけメール送っても全然もう気づいてくれないんで、ちょっとメールとか送るとき写真とか2枚ずつ念のため送るようにしてるんです。リライトって歌ったんですけど、それはあんまりでしたね。一応あの写真動画撮って研究できるように一応歌わずに自分で音程バーとか撮ってきたんですけど、まあそれ見ながらちょっとこれから勉強みたいな感じ。レッスンしなくていいって本当に思ってます？満足してないんやったらやんない。まあ本当はちょっと92点とか3点とか出したいんやったんですけど、あ、それなら、ね、でもちょっとまあ現状維持できたんでまだマシかな。まだマシならやります。今日はどうしますか？ついさっきカラオケ、はいはい、12時からビッグエコーでちょっとこの前練習してたんですけど、はい、ちょっとビリーブのフォルダーファイルのビリーブでちょっと9点出たんで、ちょっと今から今送ります。あの9点の写真送りました。声に鳴りがあり強弱もよくついています。説得力のある歌声ですね。なんかこれ日付今日になってると思うんですけど、この写真9点の写真、貼り付けてみんな来て見に来てくださいとかやったらいいんじゃないですか。あの文化祭とかでみんな学校とかに出張して歌うっていう時に1週間か2週間くらい前学校のいろんな食堂とかにポスター貼り付けて、この90点の写真も貼り付けて90点出たんで、斉藤さんが歌った時、はい、ああ、そういう企画ならありかもね。別にカラオケ企画なら、カラオケはいらんけど、本当の本当のライブやったらいらんと思う。なんか普通に、なんか顔写真とネットメとか、それにそっとポスターを載せたりとか。でも、証明できるんじゃないんですか、これ貼り付けたら。まあまあ、撮ったけど、それにこだわってる人は来るでしょうね。点が90点の状態のものじゃいってくる人がいるかもしれないね。全員がでも全員そうではない。でも
多分うまいやろ、冬って出たからそりゃうまいやろなってみんな聞きに来てくれるんじゃないんですか。そういう価値観の人が来ると思いますよ。面白い学習者ですが、なんかこれが90点が来ないやこの人が来るし、別に得点なんかどうでもいいわっていう人は来ないやろし、1枚だけやったらちょっと自分の父親とかちょっと1回だけメール送っても全然もう気づいてくれないんで、ちょっとメールとか送るとき写真とか2枚ずつ念のために送るようにしてるんです。リライトって歌ったんですけど、それはあんまりでしたね。一応あの写真動画撮って研究できるように一応歌わずに自分で音程バーとか撮ってきたんですけど、まあそれ見ながらちょっとこれから勉強みたいな感じ。9点レッスンしなくていいって本当に思ってます？満足してないんやったらやるの、まあ、本当はちょっと92点とか3点とか出したいんやったんですけど、あ、これなれるの？でもちょっとまあ現状維持できたんでまだマシかなって。まだマシならやります。今日はどうします？あのついさっきカラオケ、はいはい、12時からビッグエコーでちょっとこの前練習してたんですけど、はい、ちょっとビリーブのフォルダーファイルのビリーブでちょっと9点出たんで、ちょっと今から今送ります。あの9点の写真送りました。声に鳴りがあり強弱もよくついています。説得力のある歌声ですね。なこれ日付こうになってると思うんですけど、この写真90点の写真、ああ、はいはい、ね、そんな気にしてはないポスターに貼り付けてみんな来て見に来てくださいとかやったらいいんじゃないですか。あの文化祭とかでよくみんな学校とかに出張して歌うっていう時に1週間か2週間くらい前学校のいろんな食堂とかにポスター貼り付けてこの90点の写真も貼り付けて90点出たんで、斉藤さんが歌うと結構、はい、ああ、そういう企画ならありかもね。別にカラオケ企画なら、カラオケはいらんけど、本当の、本当のライブやったらいらんと思う。なんか普通に、なんか顔写真と、ベッド面とか、それにそのポスターを載せたりとか。でも、証明できるんじゃないんですか、これ貼り付けたら。まあ、撮ったけど、
るでしょうね。電話受験大変なもんじゃ行ってくる人がいるかもしれないね。でも多分うまいやろ、冬って出たからそりゃうまいやろなってみんな聞きに来てくれるんじゃないんですか。そういう価値観の人は来ると思いますよ。面白いよ、私は一緒に学んだ。それが90点がうまいやと思ったら来るし、それ得点なんかどうでもいいわっていうのは来ないやろし、前だけはちょっと自分の父親とかちょっと一回だけメール送っても全然もう気づいてくれないんで、ちょっとメールとか送るとき写真とか2枚ずつ念のため送るようにしてるんです。リライトって歌ったんですけど、それはあんまりでしたね。一応写真動画撮って研究できるように一応歌わずに自分で音程バーとか撮ってきたんですけど、まあそれ見ながらちょっとこれから勉強みたいな感じ。9点レッスンしなくていいって本当に思ってます？満足してないんやったらやるの、まあ、本当はちょっと92点とか3点とか出したいんやったんですけど、あ、これなれる。でもちょっとまあ現状維持できたんでまだマシかなって。まだマシならやります。今日はどうします？ついさっきカラオケ、はいはい、12時からビッグエコーでちょっとこの前練習してたんですけど、はい、ちょっとビリーブのフォルダーファイルのビリーブでちょっと9点出たんで、ちょっと今から今送ります。あの9点の写真送りました。声に鳴りがあり強弱もよくついています。説得力のある歌声ですね。なんかこれ日付今日になってると思うんですけど、この写真9点の写真、ああ、はいはい、そんな気にしてはない。ポスターに貼り付けてみんな来て見に来てくださいとかやったらいいんじゃないですか。あの文化祭とかでみんな学校とかに出張して歌うっていう時に1週間か2週間くらい前、学校のいろんな食堂とかにポスター貼り付けて、この90点の写真も貼り付けて90点出たんで、斉藤さんが歌うってこと？はい。ああ、そういう企画ならありかもね。別にカラオケ企画なら、カラオケじゃなくて本当の本当のライブやったらいらんと思う。なんか普通に何か顔写真とデータ名とか、それに沿ったポスターの人が
証明できる、証明できるんじゃないんですか、これ貼り付けたら。まあまあ、とったけど、それが全てじゃないからな。まあ、それにこだわってる人は来るでしょうね。点が90点の答えのもんじゃいってくる人はいるかもしれないね。多分うまいやろ、冬って出たからそりゃうまいやろなってみんな聞きに来てくれるんじゃないんですか。そういう価値観の人は来ると思いますよ。私は言う、私は言う、なんかこれが冬出たから来ないやと思ったら来るし、絶対来てなんかどうでもいいわっていう人は来ないやろし、前だけだとちょっと自分の父親とかちょっと1回だけメール送っても全然もう気づいてくれないんで、ちょっとメールとか送るとき写真とか2枚ずつ念のため送るようにしてるんです。リライトって歌ったんですけど、それはあんまりでしたね。一応あの写真動画撮って研究できるように一応歌わずに自分で音程バーとか撮ってきたんですけど、まあそれ見ながらちょっとこれから勉強みたいな感じ。レッスンしなくていいって本当に思ってます？満足してない日だったらやるの。まあ、本当はちょっと92点とか3点とか出したいんやったんですけど、あ、それならやるの。でもちょっとまあ現状維持できたんでまだマシかなって。まだマシならやるの。今日はどうします？ついさっきカラオケ、はいはい、12時からビッグエコーでちょっとこの前練習してたんですけど、はい、ちょっとビリーフのフォルダーファイルのビリーフでちょっと9点出たんで、ちょっと今から今送ります。あの9点の写真送りました。声に鳴りがあり強弱もよくついています。説得力のある歌声ですね。なこれ日付になってると思うんですけど、ポスターに貼り付けてみんな来て見に来てくださいとかやったらいいんじゃないですか。あの文化祭とかよくみんな学校とかに出張して歌うっていう時に1週間か2週間くらい前学校のいろんな食堂とかにポスター貼り付けて、この90点の写真も貼り付けて90点出たんで、斉藤さんが歌うと結構、はい、ああ
そういう企画ならありかもね。別にカラオケ企画なら。カラオケはいらんけど、本当の、本当のライブやったらいらんと思う。なんか、普通に、なんか顔写真と、ネット名とか、それにそのポスターに載せたりとか。でも、証明できる、証明できるんじゃないんですか、これ貼り付けたら。まあまあ、と、だけど。それにこだわってる人は来るでしょうね。点が90点の状態のもんじゃいってくる人がいるかもしれないね。多分うまいやろ、冬って出たからそりゃうまいやろなってみんな聞きに行ってくれるんじゃないんですか。そういう価値観の人は来ると思いますよ。面白い学習者やすごくなくて、それが90点がうまいやと思ったら来るし、普通得点なんかどうでもいいわっていう人は来ないやろし、1枚だけやったらちょっと自分の父親とかちょっと1回だけメール送っても全然もう気づいてくれないんで、ちょっとメールとか送るとき写真とか2枚ずつ念のために送るようにしてるんです。リライトって歌ったんですけど、それはあんまりでしたね。一応あの写真動画撮って研究できるように一応歌わずに自分で音程バーとか撮ってきたんですけど、まあそれ見ながらちょっとこれから勉強みたいな感じ。90点レッスンしなくていいって本当に思ってます？満足してます。満足してないんやったらやる。まあ本当はちょっと92点とか3点とか出したいんやったんですけど、あ、そうなれる。でもちょっとまあ現状維持できたんでまだマシかなって。まだマシならやります。今日はどうします？あのついさっきカラオケ、はいはい、12時からビッグエコーでちょっとこの前練習してたんですけど、はい、ちょっとビリーブのフォルダーファイルのビリーブでちょっと9点出たんで、ちょっと今から今送ります。あの9点の写真送りました。声に鳴りがあり強弱もよくついています。説得力のある歌声ですね。なんこれ日付になってると思うんですけど、この写真90点の写真、写真、はい、
告知のポスターに貼り付けてみんな来て見に来てくださいとかやったらいいんじゃないですか。あの文化祭とかでみんな学校とかに出張して歌うっていう時に1週間か2週間くらい前学校のいろんな食堂とかにポスター貼り付けてこの90点の写真も貼り付けて90点出たんで斉藤さんが歌うと結構はいあそういう企画ならありかもね別にカラオケ企画ならカラオケはいらんけど本当の本当のライブやったらいらんと思うなんか普通になんか顔写真とレッドメイとかそれにそのポスターの出させたりとかでも証明できるんじゃないんですかこれ貼り付けたらまあまあ撮ってるそれがすべてじゃないからな。それにこだわってる人は来るでしょうね。点が90点、絶対こんなもんじゃいってくる人がいるかもしれないね。誰も全員そうではない。でも多分うまいやろ。90点出たからそれはうまいやろなってみんな気に入ってくれるんじゃないんですか。そういう価値観の人は来ると思います。それが90点が来ないやと思ったら来るし得点なんかどうでもいいわっていうのは来ないやろしだけあったちょっと自分の父親とかちょっと1回だけメール送っても全然もう気づいてくれないんでちょっとメールとか送るとき写真とか2枚ずつ念のために送るようにしてるんです。リライトって歌ったんですけど、それはあんまりでしたね。一応写真動画撮って研究できるように一応歌わずに自分で音程バーとか撮ってきたんですけど、まあそれ見ながらちょっとこれから勉強みたいな感じ。90点レッスンしなくていいって本当に思ってます？だって満足してないんやったらやるの。まあ本当はちょっと92点とか3点とか出したいんやったんですけど。あ、それなれ。でもちょっとまあ現状維持できたんでまだマシかなって。まだマシならやります。